これで決めてやる。おりゃライメンよ、ここに。受け取れ！うりゃ！
切り裂く雷鳴、ここに。隠れても無駄だぜ。覚悟しろよ。これで決めてやる。隠れても無駄だぜ。万物を凍結する霊気のここに。踏むと思わないでよ。キャー！
行きます。えい。精霊石、人々に力を与え、人々を破滅に追いやった悲しい神話の鎖。思えばこの精霊石は俺たちにいろんなことを教えてくれた。この光はいつも俺たちの進む道を照らし続けていたんだ。だけどもこの光の役割は終わった。これからは俺たち自身の光で未来への道を照らすことができるんだ。さあ、ジャスティン。長かった悲しい運命が今終わるのね。あなたのその剣で。うん。精霊たち、俺たちは新しい時代を始めるんだ。これからも俺たちの姿を見守ってくれ。行くぞ。俺たちみんなで一緒に。
気がついたのね。フィーナ、無事だったんだね。他のみんなは？あそこを見て、ジャスティン。あれが、ガイア。そう、何もかも新しく生まれ変わったんだわ。ガイアだけじゃない、この世界全部がね。感じるでしょ、ジャスティン。精霊の力が世界中に満ちてる。見えているか、リー。すべては邪悪なる鎖から解き放たれたぞ。そう、あのガイアでさえ、悲しい運命の鎖は砕け散ったのだ。新しい人間の歴史が始まるんだ。お前が望んでいた歴史が。間違った道を進むこともあるかもしれん。だが大丈夫だな。彼らなら手を取り合い道を切り開いていくぞ。私の役目は終わったようだ。精霊？私を呼んでいるのか？まさか、リー！リー！ミューレン様？幸せをね。ううん、違うわ、ジャスティン。運んできたのはジャスティン、あなたよ。
石とエンジュールをめぐるジャスティンたちのお話はこれでおしまい。冒険者ジャスティンの物語は世界中に知られるようになったの。リリーおばさん、もう船が着く時間だよ。早く早く。まだパイが焼けてないの。ごめんね。悪いけど先に行っててくれる？うん、わかった。行こう。うん、うん。あの長い冒険が終わってからもう10年、私たちの住む世界は大きく変わっています。リほら、まだお前らか。あきもせず、いつもいつもいたずらばっかしやがって。いたずらなんかじゃないよ。これは訓練なんだ。俺たち冒険者を目指してるんだよ。おじさんのわけはそうだ。そんなことは人様に迷惑をかけないところでやれ。いいか、橋を咲いたりするとこ。実はあまり変わっていないのかも。だけど昔よりだいぶ賑やかになったのは確かね。今日はずっと待ちに待っていた日、ジャスティンとフィーナが10年ぶりに冒険から帰ってくるの。ジャスティン、こんな素敵なレディーになった私を見てなんて言うかしら。もしかしたらびっくりしちゃって声も出ないかもね。とっても楽しみ。まー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 い、パームに着いたぞ。ウミネコ邸はどこら辺にあるのかな。すっごく美味しい料理が食べられるんだよね。あたしお腹空いちゃった。あ、なんかいるぞ。まだ船の中だよ。逃げるぞ。捕まえろ。